ジョージ・ワシントン。ジョージ・ワシントンは、アメリカ海軍のジョージ・ワシントン救援主力潜水艦。艦名は、初代大統領、ジョージ・ワシントンにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。ジョージ・ワシントンは1957年11月1日に、コネチカット州グロトンのエレクトリック・ボート社で寄港した。1959年6月9日に、 ロバート B ・アンダーソン夫人によって命名、浸水し、1959年12月30日に、ブルーハンのジェームズー・オズボーン艦長、ゴールドハンのジョン・エル・フロム艦長の指揮下収益する。本艦の当初の艦名はスコーピオンであった。建造途中に130フィートのミサイルセクションを挿入して船体が延長され、同時に解明された、同時期に建造中であった。 別の艦がその名と、艦番号を引き継ぎ、後に不幸な事故に見舞われた。しかしながら、前方の脱出ハッチの名板は、アセススコーピオのままであった。ジョージ・ワシントンのミサイルコンパートメントの設計は、後の艦級で再利用される予定であったため、挿入されたミサイルセクションは、他の同型艦よりも深い深度に耐えられるように、設計され、 ジョージ・ワシントンは1960年6月28日にグロトンを出港し、フロリダ州ケープカナベラルに向かう。ケープカナベラルで2機のポラリスミサイルを搭載し、ポラリス潜水艦開発計画長の W 海冷房温少将がオブザーバーとして乗り込み、大西洋ミサイル試験海域へ向かった。1960年7月20日、最初の水中からのポラリスミサイル発射を成功させる。 12時39分に、ジョージ・ワシントンの艦長は、アイゼンハワー大統領へメッセージを送った、パラリス、フロム・アウト・オブ・ザ・ディープ・ツー・ターゲット・パーフェクト、2時間以内に2発目のミサイルが発射され、1100マイル、離れた、着弾地域に到達した。その後、ジョージ・ワシントンにはゴールドンの乗組員が乗艦した。1960年7月30日にもう2発の、 ミサイルを搭載して先行した。ゴールドハン乗組員による成長は8月30日にグロトンで終了し、ジョージ・ワシントンは10月28日にサウスカロライナ州チャールストンの海軍兵器ステーションに向かった。同地でジョージ・ワシントンは16発のポラリスミサイルを搭載し、海軍主君部大賞を受賞した。その後、ブルーハンが乗り組み、最初の戦略抑止紹介に出向する。 ジョージ・ワシントンは66日後の1961年1月21日に最初の紹介を完了し、コネチカット州ニューロンドンに寄港した。ゴールドハンが館を引き継ぎ、2月14日に2回目の紹介に出港した。紹介後、1961年4月25日にスコットランドのホーリー・ロッホに入港した。グロトンからの最初の出港から4年後、 ジョージ・ワシントンは燃料補給を行った。収益から約10万マイルの巡航を経験していた。ジョージ・ワシントンは太平洋艦隊へ転籍し、ハワイ州の真珠湾が新たな母校となった。1981年4月9日、佐世保の南南西約110海里の東、シナ海において浮上したジョージ・ワシントンは、貨物船日照丸、靴中海運。 2350トンと衝突した。日正丸は約1 5分で沈没し、船員2名が行方不明、13名が護衛艦が奥クモによって救助された。ジョージ・ワシントンはセール部分をわずかに損傷した。事故はおよそ1ヶ月後に鈴木首相トレーガン大統領の会談が予定されていた日米関係を緊張させた。日本では 事故発生から報告まで24時間以上かかったことでアメリカに対する非難の声が上がった。また、日本の領海から20海里の水域で浮上したジョージ・ワシントンがどのような活動を行っていたかの報告を要求した。ジョージ・ワシントンも P-3C 小海域も日小丸の乗組員を救助しようとはしなかった。アメリカ海軍は 当初、ジョージ・ワシントンが急速選考を行う際に事故を起こしたと発表し、次に急浮上したがノームと雨のため日本船を発見することができなかったとした。数日後に出された報告書では、乗組員は船が近くにいることを確認したが、潜水艦も、哨戒機も共に、貨物船が危機的な状況にあったことを理解していなかったとした。4月11日、 英岩大統領をはじめとするアメリカ政府高官は、事故に対して公式に遺憾の意を表した。そして遺族に対する保証を提案し、日本に対しては、放射能汚染に関する心配はないことを発表た。一方で、ジョージ・ワシントンが、日本の近海で、どのような活動を行っていたかを明らかにすることに、関して、及び核ミサイルを搭載していたかに関しては、回答を拒絶した。 海軍は事故に対する責任を負い、ジョージ・ワシントンの艦長及び当直士官は解任された。8月31日、海軍は最終報告書を発表し、事故は乗組員数名の過失によって生じたと結論付けた。1982年、ジョージ・ワシントンは最後の紹介を終えて真珠湾に帰還した。1983年には、 ワシントン終盤ゴールでミサイルが降ろされ、その後シンジュワンを出港、パナマ運河を通過してニューロンドンに戻った。ジョージ・ワシントンは1985年1月24日に退役し、1986年4月30日に除籍された。その後原子力艦再利用プログラムに従って、ピュージェットサウンド海軍造船所で解体が行われ、 作業は1998年9月30日に完了した。ジョージ・ワシントンのセール部分は解体に先立って取り外され、ニューロンドンのサブマリン・フォース・ライブラリーミュージアムで公開されている。ジョージアフィッシュはその25年の経歴において太平洋と大西洋の両方において55回の戦略抑止紹介を経験した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。